が、テレビで報道しておる通りでありますが、と全部がありますので、大変な状況であります。特に津波、地震による被害は本当に少ないようですが、津波がひどくて、津波が来た家と来ない家とで10メーターとか5メーターの境で天国と地獄という状況になります。まあ、これからどうしていくのか、どうか皆さんも大変な状況にある方に思いを馳せて、仕事に当たってほしいなというふうに思います。何ができるか、一人一人にできることをやっていただいたらありがたいと思います。いろいろ指示が出ると